さあ第4クォーターが始まります。ゴールデンファイターズ相手陣3ヤードからのサーラン2ゴー。サイドアインダーズナイスです。ここでクォーターバック7番のキーププレイより突破を図りましたゴールデンファイターズ。しかしこれを読んでいたサイドアインダーズ47番見事ロスさせまして、フォースダウンに変えます。中村選手がタックル3ヤードのロス。サイドアインダーズ47番の中田本日大活躍しております。フィールドゴールフォーメーションです。そしてゴールデンファイターズフォースダウン2ゴールでフィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス23ヤードのフィールドゴール。キックブロック、フィールドゴール失敗。キックはインコンプリー。ブロックしましたのはサイドアインダーズ。サイドアインダーズここでフィールドゴールをブロックしまして、このキック失敗に終わらせました。大谷選手です。結果的にゴールデンファイターズ無得点で攻守交代となります。サイドアインダーズ自陣20ヤードからファーストダウン。この絶体絶命の状況、サイドアインダーズ見事に切り抜けました。クロック操作誤っておりましたが第4クォーターと入っております。さあ攻守変わりまして、今度はサイドワインダーズの攻撃。ボールオン自陣20ヤードからサイドワインダーズファーストダウン10。さあまず中央のプレー、1番ハンドを託されまして中央切り込む、約5ヤードのゲイン。サイドワインダーズセカンドダウン。サイドワインダーズランニングバック1番は奥谷。サイドワインダーズセカンドダウンファイア、ボールオン自陣25ヤード。クォーターバック18番、ここはスクランブルに転じました。パスを投じようとしましたがプレッシャーから自ら総力によって突破を図ります。しかしわずかに攻撃権更新には至っていない模様です。サードランに変わります。失礼しました。ノーゲインという形で終わっております。ありません。サイドワインダーズサードダウン。サイドワインダーズサードダウン5。パス不成功。ここでパスプレーに突破を図りましたが雨の影響でしょうか、パスをロストしてしまいましてパス不成功となっています。フォースダウンに変わります。サイドアインダーズフォースダウン5、パントフォーメーションを選択します。サイドワインダーズラストダウン、パント攻撃によりまして攻撃権を放棄。サイドワインダーズの選手がボールを抑えましたので攻守が入れ替わります。ゴールデンファイターズ敵陣48ヤードよりファーストダウン。アメリカンフットボールにおいて陣地は得点に直接勝敗には影響いたしません。陣地をいくら取ってもその面積は勝敗条件には一切なりません。点取りゲームです。しかし陣地によってその失点加点になりやすい状況は変わります。現在その意味ではゴールデンファイターズ優位な状況で試合を展開しております。相手陣48ヤードからファーストダウン10。
さあまず中央段プレー、ここで巨漢ランニングバックにボールを出しました。ランニングバック99番、反応から中央に飛び込み、約2ヤードのゲイン。ゴールデンファイターズセカンドダウン、ファーストダウンまで残り8ヤード。ランニング99番は藤本。ゴールデンファイターズセカンドダウン8。パス成功。クォーターバック12番ワイドレシーバー8番にパスを通し、約5ヤードのゴールデンファイターズクォーターバック12番矢部選手より13番山本選手のパスが成功。4ヤードのゲイン。ワイドレシーバー8番は高橋。ゴールデンファイターズサードダウン、ファーストダウンまで残り4ヤード。ゴールデンファイターズサードダウン4。ゴールデンファイターズランニングバック99番藤本選手の中央プレイ、ランニングバック99番ハンドフォーク作戦で中央突破、ファーストダウン。ゴールデンファイターズファースト、ゴールデンファイターズ敵陣37ヤードよりファーストダウン。レフリータイムアウト不勝者です。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウト。ただいまの得点、ゴールデンファイターズ7点、サイドワインダーズ0点、ゴールデンファイターズが7点のリードです。選手ここで試合再開となります。ゴールデンファイターズ38ヤードからファーストダウン、37ヤード。パスを投じようとしましたが、相手ディフェンスを見ましてスクラム、自らスクラムを展開しまして中央を切り上がりました。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ロンゲインは無効となります。オフサイド、サイドエンジャー17番、ペナルティリクライン、ゴールデンファイターズボールレッドの地点からファーストアンド。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入していました。しかしこの反則をゴールデンファイターズ取りません。プレーを有効とし攻撃権更新としました。ゴールデンファイターズファースター、この反則によるペナルティを取りませんので、見事攻撃権更新を果たしました。スクランブルを決めたクォーターバック12番は矢部。ゴールデンファイターズ敵陣18ヤードよりファーストダウン。ゴールデンファイターズファーストダウン10。これクォーターバック12番、プレーアクションからパスを投じようとしました。しかしその状況を見破りまして、サイドワインダーズディフェンス陣殺到、最終的に47番が見事にサックス倒しまして、約5ヤードのロスを奪っています。ゴールデンファイターズセカンドダウン、ファーストダウンまで残り15ヤード。ゴールデンファイターズセカンドダウン15。
これもサイドワインダーズナイスディフェンス。ゴールデンファイターズランニングバック99番、99番にタクシー中央突破を図らせましたが、これをサイドワインダーズ0番50番が見事対応しまして、ノーゲイ。サードに変わります。ただいまのプレーより1ヤードのロス、むしろ1ヤードロスとしています。ゴールデンファイターズサードダウン、フリータイムアウト、負傷者です。素晴らしい対応をしましたのはサイドワインダーズ0番の攻撃、そして50番のプレイヤーが素晴らしいプレーを見せました。50番は中谷です。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムがタイムアウトが入っております。レフリータイムアウトが解けまして、ゴールデンファイターズサードダウン。ゴールデンファイターズサードダウン16、残り16ヤード。ボールオン相手陣25ヤード。サイドワインダーズナイスディフェンス。ゴールデンファイターズランプレーを図りました。ゴールデンファイターズ選手中央を突きましたが、しかしこれはサイドワインダーズ47番と58番が素晴らしい対応をしまして、中田選手が再びタックル、3ヤードロスとしています。ただいまのプレーによりまして、素晴らしい活躍をしているのはサイドワインダーズ47番の中田、そして58番のイエウバです。新たなファーストダウンまで残り20ヤード、フィールドゴールフォーメーション、さあフォースダウンロングとなりました。ゴールデンファイターズフィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス49ヤードのフィールドゴール、距離は十分ですがキック失敗、ボールが右側にそれまして、距離は十分でしたがコースがそれました。フィールドゴール失敗により攻守交代となります。ボールが置かれていた地点プレディアスポットより攻守が入れ替わり、サイドワインダーズのファーストダウンとなります。時計を3分10秒に戻してください。攻守交代です。攻守交代、ここで時計の訂正が入りまして、残り時間3分10秒となりました。サイドワインダーズ、さあ結果的にワンタッチダウン差という状況でサイドワインダーズに攻撃権が渡りました。試合時間残り3分10秒、サイドワインダーズファーストダウン10。パス不成功、パッティングコンプリート。まず外にいる5番へのパスでしたが、このパスコントロール乱れパス不成功に終わっています。攻撃回数1つ失ってセカンドダウンに変わります。サイドワインダーズセカンドダウン10、ボールオンは自陣27ヤード。パス不成功、ナイスパスカット。ここでクォーターバック右に投げてロングパス、ロングパスを投じましたが惜しくもインコンプリート。これをキャッチしようとしましたが、ゴールデンファイターズ45番執念のパスカバーでパス不成功としています。攻撃回数1つ失ってサイドワインダーズサードダウンに変わります。サイドワインダーズサイドワインダーズサードダウン10。パスは通っている、しかし攻撃権更新には至っておりません。ここはワイドレシーバーのキャッチアンドランにかけました。ターゲットは24番、しかしカバー厚くゲインは約4ヤード、フォースダウンに変わります。サードダウン、失礼いたしました、フォースダウン、ラストダウンです。
ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。現在得点はゴールデンファイターズ7点、サイドワインダーズ0点、その差ワンタッチダウン差という状況で、試合時間残り2分39秒となっています。攻撃権はサイドワインダーズ、しかしその状況、フォースダウン5。レフリータイムアウトが続きまして、さあ果たしてこのサイドワインダーズ、ラストダウン。サイドワインダーズどのように使うでしょうか。サイドワインダーズ、フォースダウン5。さあ5ヤードの前進にこの1回をかけます。フォースダウンギャンブル。パス不成功。パスインコンプリート。攻守交代。中央に入り込んできたレシーバーへのパスを通しました。ギャンブルをしましたが、レシーバーにしかしオーバースロー。パス不成功となりまして、このプレー終わりました。4回目のプレー失敗という形になりますので攻守交代となります。あのままキャッチをし、攻撃権はインターセプトもできますが、フォースダウンですのでボールをそのまま落としまして攻守交代、攻守が入れ替わり、ゴールデンファイターズ敵陣32ヤードよりファーストダウン。ゴールデンファイターズファーストダウン10。まず中央へのランプレーを展開します。ここでホイッスル。チームタイムアウト。サイドワインダー。サイドワインダーズはここで後半1回目のタイムアウトを使います。このままランプレーでボールがランプレーで終わりますと、ボールを持った選手が中で倒れた場合は時計が回り続けます。これによる時間の消費をここで止めるべく、サイドワインダーズタイムアウトを取りました。ゴールデンファイターズセカンドダウン、ファーストダウンまでは残り9ヤードです。ゴールデンファイターズセカンドダウン9。試合終了まで残り2分8秒。試合時間残り2分8秒。ゴールデンファイターズクォーターバック12番矢部選手、ハンドオフを抜きまして自らボールをキープ。展開は分かりましたが、ゲインはほとんどありません。チームタイムアウト。ここでホイッスル。サイドワインダーズ後半2回目のタイムアウトを使いまして時計を止めます。ここでサイドワインダーズ後半2回目のチームタイムアウトの要求です。アメリカンフットボールでは前半後半それぞれのチームがこの攻撃を何としても3回で食い止め、最後の攻撃権のタイムアウトを使っております。残りタイムアウトは1回。ただいまのプレーはほとんど原因がありません。ゴールデンファイターズサードダウン。ゴールデンファイターズサードダウン9。残り時間2分1秒。プレー止まります。ゴールデンファイターズラインバック10番ここでホイッスル。北川選手の中央プレイ。チームタイムアウトしましたのはサイドワインダーズ50番。サイドワインダーズ全てのタイムアウトを使いましてこのプレーを止めました。中谷選手です。ここでサイドワインダーズ後半3回目ラストタイムアウトを要求。時計を止めます。残り1分55秒となりました。試合終了まで残り1分55秒。得点はゴールデンファイターズが7点、サイドワインダーズが0点。ゴールデンファイターズ7点のリードです。ゴールデンファイターズ
ゴールデンファイターズフォースダウン10フィールドゴールフォーメーションです。キックによる3点ゴールになります。キックレングスは先ほどと同じく49ヤード。このキックは不成功。ゴールデンファイターズフィールドゴールも失敗という形になりました。攻守交代となりまして、サイドファインダーズの攻撃に変わります。ボールが置かれていた視点プレビアスポットよりサイドファインダーズの攻撃へと変わります。サイドファインダーズ自陣32ヤードよりファーストダウン。試合終了まで残り1分49秒。さあサイドファインダーズ最後の攻撃権を得ました。試合時間は残り1分49秒。タイムアウトは残っておりません。このラストチャンス生かせるでしょうか。サイドファインダーズ自陣33ヤードからのファーストダウン10。パス不成功。まずは12番へのパス、しかしカバーされておりパス不成功です。クォーターバック18番渡辺選手パスを投じましたが押しもインコンプリート。サイドファインダーズセカンドダウン、ファーストダウンまで残り10ヤード。サイドラインダーズセカンドダウン10。試合時間残り1分43秒。クォーターバック18番、パスターゲットにつけてスクラム。しかしこれを外へ押し出されました。18番渡辺選手約4ヤードのゲインにとどまっています。パスの再生から左へスクランブル、ゴールデンファイターズ22番工藤選手がタックル。タックルをしましたのはゴールデンファイターズ22番の工藤。サイドワインダーズサードダウン、ファーストアップで残り6ヤード。外へ出ましたので時計は止まっていますが試合時間残り1分35秒。サイドワインダーズサードダウン6。ラストダウン、ターゲット24番でしたがダブルカバー、パス不成功です。ゴールデンファイターズ最後の攻撃権になります。17番長野選手がボールをカット。さあこの6ヤードを取って攻撃権更新になるか、あるいは一気にタッチダウンに持ち込むか。サイドワインダーズフォースダウン6。試合時間残り1分30秒。パス不成功。攻守交代、プレッシャーかいくぐって12番にパスを投じましたがコントロールを定まらずパス不成功に終わりました。4回目の攻撃失敗したので攻守交代となりまして、ゴールデンファイターズの攻撃に変わります。ゴールデンファイターズ敵陣36ヤードよりファーストダウン。ゴールデンファイターズファーストダウン10。中央ゴールデンファイターズランニングバック中で倒れているため時計は回ります。藤本選手の中央プレイ3ヤードのゲイン。サイドワインダーズはもう時計を止める手段が残っておりません。回っていきます。ゴールデンファイターズ得点を狙うべくここで攻撃を展開しようとしております。さあ時間、作戦時間の目いっぱいを使ってプレーを展開しようとするゴールデンファイターズ。ラニバック99番、中央ライドランプ、その体育を生かして体をねじ込みまして約6ヤードのゲインとしています。ゴールデンファイターズサードダウン残り1ヤード。
試合時間残り10秒を切ります。ここでホイッスル、ゲームオーバー、試合終了です。 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 X リーグ2023グリーンボールジュニアトーナメント、本日の第2試合ゴールデンファイターズ対サイドワインダーズの試合はご覧いただきましたように7対0でゴールデンファイターズが勝利いたしております。勝ちましたゴールデンファイターズは来る5月28日日曜日14時40分よりオールスタジアムにおいて、むしろ押し気味にゲームを展開する素晴らしい戦いぶりでした。ナイスゲームでした。一方敗れましたサイドワインダーズは6月25日日曜日11時よりここ MK タクシーフィールドエキスポによりベアーズとの対戦が組まれております。どうぞふるってご観戦ください。雨の中激戦を戦い抜いた両チームに今一度大きな拍手をお願いいたします。サイドワインダーズの猛攻に遭いましたが見事勝利を収めました。ナイスファイトでした。ナイスゲイ。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影のために離れた仲間も戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かしたスタープレイヤーがもたしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑む、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。今このフィールドにいる彼らは我心昇誕の時を強いられましたが、それを乗り越え開花開校の春を謳歌しております。その頂にある頂点を目指し、その頂に立つ強者は果たしてどのチームとなるだろうか、その光景を楽しみとしつつ、本日のこの試合の配信を終わらせていただきます。皆様長時間のご観戦ご視聴ありがとうございました。本日の配信はこの試合をしております各チームの要請によりまして、NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会の許可を得まして実現いたしました。その配信実施いたしましたのは私、道楽アリシャです。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。